こんばんは、ファンクでーす。こないだね、港区のね、赤坂にあるドイツ文化センターというところに訪れました。ここはね、ドイツ語やね、あとね、ドイツ文化をね、いろいろね、学べるね、場所だということで、早速訪れてみたんだけども、なんとね、ここの1階にね、ドイツがね、コンセプトのカフェがあるのよ。そこにね、ファンクちゃん、ギョーしました。ファンクね、よくね、仕事でここら辺来るんだけど、このね、建物知らなかったのよ。へーっていうことでね、入ってみたのね。したらね、なんかランチやってるっていう看板がね、置いてあって、でコーヒーとかも飲めますよって書いてあったからね、ファンクちゃん入って行きました。でね、なんかおしゃれなのよ、見た目が。だからね、高いんじゃねいや、そんな高いの無理ですよ。それでね、メニューね、一番安いね、1200円のちょっと高いね、ケーゼンシュッペッツレっていうね、なんかよくわからないメニューをね、お願いしました。それでね、前菜が出てきたんだけど、これさ、沢口靖子じゃない、リッツパーティーでしょいや、これリッツパーティーだよ。でね、なんかクラッカーの上にね、なんかバターみたいなのがね、ぶっかかってんのと、なんかハムの周りに、なんかマーガリン塗ったようなやつと、あとチーズとね、あとブロッコリーがなんかね、酸っぱそうなやつ。で、食べてみたのね。いや、これね、沢口靖子ですよ。いや、もう、さっきも言ったけども、これね、レッツパーティーです。今夜はパーティーパーティー。それでね、店員の人にね、これって何ですかって聞いたのね。したらね、なんとかなんとかのなんとかなんとかで、それでなんとかなんとかを乗せて、なんとかなんとか風にしましたってね、一つ一つね、丁寧に教えてもらったのね。わからん。そのなんとかなんとかがよくわからないもん。ね、美味しい、すごく美味しいけど、自分が一体何を食べてるのかね、よくわからない。さすがグルメマスターファンクね。それでね、店内はね、なんかお嬢様みたいなね、女の人がいっぱいいたのよ。いや、もうなんか霊嬢みたいな、そんなね、女性ばっかりだったよ、店内で。なんか8000円とかのワイン飲んでたりとかさ、すげえよ。なんかね、まあ、着飾ったね、そういうお嬢様っぽいね、人たちがね、店内にいっぱいいてね、もうめちゃくちゃに仕上げたかった。まあ、綺麗な人いっぱいいたからね、もう本当にね、めちゃくちゃに仕上げたかった。あ、それでね、なんかペラペラなね、ピザみたいなのが出てきたのね。でね、なんか野菜みたいなのが乗ってて、で、ピンクのなんか、タレかなんかがぶっかかってんのね。で、ファンクね、これ困ったのよ。食べようとしたらさ、葉っぱみたいなのがさ、ポロポロ落ちてくるから、これは最初にこの葉っぱみたいなのを食べるのか、それともね、生地と一緒になんかね、くるくる巻いて食べるのか。だってさ、この生地さ、すぐペラッと折れちゃうのね。だからさ、これどうしようって。こういう時よくさ、周りでさ、食べてる人をさ、ちょっと真似ればさ、ねえ、それなりに見えるじゃない、マスターに。でもね、みんな周りで食べてるのね、高いのばっか食べてるから、この1200円の食べてるの、ファンクちゃんだけなのね。困っちゃってね。まあ、この葉っぱ多いから、それをちょっとね、減らしながらね、とりあえずね、巻き巻きしてみた。それでね、このなんかね、ピンクのね、ソースがね、酸味と甘みがあって、すごく美味しかったよ。ここ
このなんかね、ランチのメニューってちょっと酸味が多いもの多いね。でね、このね、生地にね、なんかベーコンが入って、なんていうの、一緒にね、練り込んであるんだけども、いや、まあね、すごく美味しいんだけども、でも、ちょっとね、量的に この野菜ってさ、マシマシとかできないのかな油多めとか、それ聞いとけばよかった、ワンクちゃん。この後もね、なんかお嬢さんっぽいさ、お姉ちゃんいっぱい入ってきたのね。え、なんでなんかこういう感じの人がいっぱい来てんだろう。今日なんかイベントかなんかあったのかな。なんかね、ちょっとドレスアップしてるような、ね、感じの人がいっぱい多かったよ。見てて思ったよ、本当にね、めちゃくちゃ気合いた。ファンクね、中学の時にね、同級生で着物屋さんのね、なんか、なんていうの、お嬢さんみたいな子がね、学校一緒に同じで、でクラスね、一回だけ一緒になったことあるのね。で、ファンクがさ、みんななんかお嬢さんで可愛い可愛い言うから、たかが着物屋の娘だろうとかってずっと思ってたのね。で、中3の時にさ、同じクラスになって、ファンクのね、隣の席になったのよ。そしたら急にドキドキしちゃってお嬢さんが横にいると思って、いや、もうえらくね、興奮しましたよ。給食の時にね、いつもね、全部食べれないから、ファンクにね、少し食べてもらえるって言ってね、なんかいろいろくれてたのね。いいよって言って、わざとね、食べかけのやつをもらってたんだけど手つけてないやつとかもあったんだけど、あとね、ファンク最低食べかけのやつをね、ちょっとね、あとゲットしまして、それでファンクね、もうどれぐらいだろう、3日ぐらいでドッキンコ来ちゃって、もう仲間とかに、いや、もうたまらんわっつって話したのね。したらね、いや、お前とは多分不釣り合いだって言うのよ。だって向こうお嬢さんじゃんって、みんながみんなね、お前とはね、もうね、もう全然ね、合わないって、もう住む世界が違うとかってよく言われてたのね。それを聞くたんびにファンクね、めちゃくちゃにしてやりたいと思った、ファンクもしかしたら若い時からちょっと痛かったかもしれない、今さらその次にね、好きになった子はね、なんか海外かなんかで輸入かなんかやってるところのお嬢さん、ファンク家の近くに住んでたんだけど、その時も思ったね、ファンクちゃん、めちゃくちゃにしやりたいって、ファンク昔はお嬢さん好きだったんだよね。それでね、昔からね、ファンクはね、もうやらない後悔よりもね、した後悔っていうね、タイプだったんでね、もうすぐね、付き合ってくれないかなとかさ、もう大好きとかすぐね言うタイプなのねいや、もうね、玉砕されるの分かっててね、それで、まあ着物問屋のね、お姉ちゃんにはね、コッパみじんにね、ふんとあしらわれちゃった、でね、もう一人のね、その次に好きになった女の子はね、なんか海外かなんかにね、留学するっていうんでね、最後にね、デートしてくれた、で、お金なかったからさ、公園だったんだけども、ねえ、テンション上がりすぎちゃってさ、鼻息荒くなっちゃってねちょっとトイレ行ってくるって言って逃げられちゃったいや、ね、ファンクのね、頭の中ではね、もう本当にずっとね、めちゃくちゃにしてやるって言ってずっと思ってたのねだからさ、鼻息荒くなっちゃいましたね。あれ、トイレ行ってくるって帰ってこないからおかしいなってさ、全然さ、もういないからさ、いや、ね、ファンクから助言をね、一つするとするならば、初デートの前にね、
一回家で抜いときっていう感じかな。いや、これマジですよ。生きてるとね、もう大体ね、失敗するよ。惹かれちゃうから。いい勉強になったね。あ、それでね、ここのね、文化会館ではね、なんかゲーム置いてあるのよ、フリーで。あ、なんか楽しそうって言ってやろうと思ったんだけども、ドイツ語わかんねえ。だから何が何だかよくわからん。あとね、なんか、ドイツ関係のね、雑誌とかね、本とかもね、なんかもう、ここでね、閲覧できたりね、なんか貸し出しとかもしてるらしいよ。変わってるっしょ、ここ。でもね、今回ね、カフェよりもね、なんかパンかなんか売ってるね、2階なんだけど、おばちゃんがいるのね。そういう、なんて言ったらいいんだろう。カートかなんかにね、パンを乗せてるおばちゃんがいて、いや、このおばちゃんすごい楽しくて、あ、こういうとこでもパン売ってるんですねって言ったら、今日全然ね、お客さん来ないから買ってってって、あー、どうしようかなって言ったら、いや、有名どころのね、パンだからね、買ってってって言うから、え、どこのパン屋さんなんですかって聞いたらね、多分、ドイツの人が作ったって。そりゃそうでしょ。だってドイツパンだもん。ねえ、多分ドイツの人が作ったんでしょうよ。おばちゃん面白くてさ、なんかいろいろ話してて。で、このね、なんかドイツパンをね、2つ購入しました。一部のパン以外はね、オーブンでね、焼いてからじゃないとね、なんか食べれないパンっていうことでね、なんか有名なのか、でもマイスターの人が、なんか作ったパンらしいよ。で、詰め合わせ300円安くね。ぶっちゃけね、クソうめえ。前半のね、カフェで食べたのもね、まあ、クソうまかったんだけども、まあ、量がちょっと少ないじゃない。ちょびちょびってね。下町育ちのファンからするとさ、まだ育ち盛りなんで、いっぱい食べなきゃじゃない。でもね、ここのパンね、かなりボリュームあって、300円で。でね、なんだろう、もう、ドイツパンってさ、鬼高いじゃない。これで300円はね、まあ、めちゃくちゃ美味しいし、すごくお得だと思う。よくいるんだって。この2階のところに。だからね、もし機会があったら、ここの2階ね、超、超おすすめです。あとね、おばちゃんとてもね、いい人なので、でファンクも長くなってね、ブラザーの中なので、ファンクのブラザーよろしくね。私を物にしたいなら、もっとズビビと来る相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。